ミント・コンディションは、アメリカ・セント・ポール出身の R&B バンドである。1980年代中期、セント・ポールにあるセントラルハイスクールにて結成され、オリジナルメンバーは、ストークリー・ウィリアムズ、ホーマー・オーデル、ラリー・ワデル、ロジャートラウトマンの息子であるロジャー・リンチ、そしてレイ・コールマンとケニー・ヤングだった。リンチ、コールマン、そしてヤングはすべてグループを去ったが、学友であったケリ、ー、 ルイスやジェフリー・アレンそしてシカゴ出身であるリッキー・キングッチェンに置き換えられた。このウィリアムズ、オー、デル、ワデル、アレン、ルイス、そしてキングッチェンのラインナップはこのバンドの初期メンバーである。同時にこのラインナップはルイスがトニー・ブラックストンとの結婚、そして彼女や他のアーティストへのプロデュースのためにグループを去った以外は変化がなかった。 グループは多様な音楽スタイル、そしてまた魅惑的なライブパフォーマンスで知られていた。さらにバンドは、R&B バラードの傑作の数々でも知られており、多くは1990年代の作品である。彼らの最大の有名曲は、ブレイキンマイハートそしてホワット、カインド・オブ・マン・ウッド、IBE である。音楽プロデューサーであるジャムレイスが1989年、 ミネアポリス中心街のファーストアベニューと呼ばれるクラブにおける彼らのパフォーマンスを主張したことで発掘及びパースペクティブレコーズの契約にサインしデビューアルバムはメントー b e ミントと名付けられたバンドの音楽性の多様さにもかかわらず彼らはダンスカット曲であるアーユーフリ Free でニュージャックスウィングリスナーズを引き寄せようとしたが失敗に終わったしかしながら ブレイキンマイハートというバラードはメジャーヒットを勝ち取り、彼らは喜んだ。その曲は34週に渡りチャートに居座り、R&B トップ5ヒット、そしてポップチャートのトップ10ヒットを打ち立て、RIAA によりゴールドディスク認定を受けた。3枚目のシングル Forever in Your e e はまたもトップ 10R&B ヒットを打ち立てた。2年後にはセカンドアルバム、 フロムザミントファクトリーがリリースされた。その後もシングル優先度メスウィンギンがビルボードホット R&B ヒップホップソングスチャートの2位を記録し1994年春の4週にかけてチャートに残った。同曲はリズミックトップ40チャートにおいてもスマッシュヒットし14位まで駆け上がった。バンドの次の2枚のシングルサムワンツーラブと ソファインはいずれもビルボードホット R&B ヒップホップソングスチャートのトップ30を記録した。1996年9月、バンドは Definition of A Band をリリース。このアルバムは R&B トップ15を記録した。このアルバムから男女間の誠実性を歌ったファーストシングルホ o ッ w カインド i n d of m a n o o IBE が生まれ、ビルボード R&B。B スマッシュヒットになった。同シングルは数週間にわたってビルボード R&B チャートの2位まで上り、12月のゴールドディスクとして RIAA から認定を受けた。ホワット・カインド・オブ・マン・ウッド・ IBE はビルボード R&B チャートへ41週にわたって掲載されるほどポピュラーなものとなった。You Don't Have Too Heart No More は 同アルバムからのセカンドシングルだが、これもまたトップ 10R&B ヒットになった。この2枚のシングルの成功、そしてこのアルバムへの好印象なレビューによって、Definition of A Band もまたゴールド認定を受けることとなった。2年後、グレーテストヒッ Hits コンピレーションアルバムである、The Collection 1991から1998が発行された。1999年、 パースペクティブレコーズ、A、A&M が撤退してからは、グループは、エレクトラレコーズと契約し、彼らにとって4枚目のフルアルバムである、ライフズアクアリウムをリリース、これもまたトップ10に踊り出た。メインシングルである、If You Love Me は、R、R&B トップ5位を叩き出し、31週に、わたって、R、R&B チャートに掲載された。セカンドシングル、Is This Pain Our Pleasure は、 R&B エアプレーチャートでは34位まで行ったが、R&B チャートでは42位が限界だった。6年間の休息を経て、かつてのメンバーであり、キーボーディストでもあったケディ・ルイスが、妻のトニー・ブラックストンといった他アーティストへのプロデュースのためグループを去り、グループは5人組となって再出発した。2005年、彼らの独立レーベルである。 ケージドバードレコーズからリビンザラグジュアリーブラウンをリリースした。このアルバムはインディペンデントアルバムチャートにおいて1位を記録した。またワシントン DC にある9時30分クラブでのパフォーマンスを収録したライブフロムザ9時30分クラブが2006年にリリースされた。2008年にはニューアルバムイ・いいライフをリリースしビルボード R&B アルバムチャートの8位に踊り出た。 その後2枚のシングルベビーボーイ、ベビーガールとナッシングレフト2セーをリリースした。セカンドシングルであるナッシングレフト2セーはバンドにとってほぼ10年ぶりのトップ 30R&B シングルヒットになり、ビルボードアーバンアダルトコンテンポラリートップ5位のヒットにもなった。2010年12月、ミントコンディションはポップレジェンドプリンス、そして R&B や、 ジャズミュージシャンのアンサンブルキャストと共に、プリンスのウェルカムにアメリカツアーに参加した。グループの20周年を迎えるにあたって、ミントコンディションは、ニューアルバム7のリリースと共に出演した。2011年4月5日に、リリースされたが、シャナヒーレコーズは、コートマイアイや、ケリー・プライスとのコラボレーションである、ノット・マイ・ダディを含む、多方面の仕事によっていくつかのヒットを生み出した。 7? というアルバム名は彼らのキャリアの中で7枚目のスタジオアルバムであることを示している。2月にはミントコンディションは TV1 における番組ウェイブラックウェインにおいてのハウスバンドとして出演した。同番組は70年代から90年代にかけての偉大なアフリカンアメリカンミュージシャンを称える番組である。二千十二年の十二月の終わりにかけてミントコンディションは ザ・ソウル・ミュージック・ホール・オブ・フェームに殿堂入りした。グループは2012年9月にミュージック・エイティザスピードオブライフというニューアルバムをリリースした。彼らは2013年シーズンの TV1 における番組アンサングにおいて再びフィーチャーされた。ウェブサイト。ありがとうございます。